上市高校では去年から総合学科グリーン分野専攻の生徒が三島細工の栽培に取り組んでいます。今年は通常2年かかる収穫までの期間を短くするための新しい栽培方法を探ります。校内の畑では3年生14人が直巻き、発芽処理済みの種、トレーで育てた苗の3つの方法で三島細工を植え付けました。 この根は解熱鎮痛作用を持つ生薬として使われますが現在はほとんどが中国から輸入されています発芽率の向上に取り組んだ去年に続き安定した栽培方法を確立することで今後の地元での生産の可能性を探りますこの栽培体系を確立しましままて、あのまた農家さん にもも栽培しててらってあの富山県である程度この三島菜子の生産があの立ち上がってくれたらいいなと思っております頑張って育てた種なので、えっと、枯らさないようにしっかりと水やりとをしていきたいです。 三島西湖は絶滅危惧種でかつては上市町広野地区にも自生していましたが現在県内の野生種は絶滅しています。